この動画では画像診断に必要なくも膜下腔の解剖について解説していきたいと思います。前回脳脊髄液の経路として脳室をピックアップして解説していきましたが、今回は第4脳室を出た後のくも膜下腔をピックアップして解説していきたいと思います。くも膜下腔についてはくも膜下出血や水頭症を理解する上で非常に重要な基礎解剖となります。今回の動画の目標としては脳脊髄液のくも膜下腔の循環と解剖について理解し、これらのなんちゃら層という用語をしっかり整理すること、そしてこの動画は画像診断ベースのチャンネルですので CT や MRI での断層像での重要な解剖を理解することを目標にお話していきたいと思います。それでは始めさせていただきます。こちらのスライドは前回の脳室の動画でも扱ったスライドですけれども、脳脊髄液の基礎について簡単に復習しておきたいと思います。脳脊髄液は脳室とくも膜下腔にある無色透明な液体で、側脳室の脈絡層という部分で作られ、くも膜下流から静脈へと排出されます。役割としては、スーパーに売っている豆腐のように、水で満たされ脳を保護する役割、浮力によって血管や神経が潰れるのを防ぐ役割、電解質や化学物質の濃度を正常範囲に保つ役割などがあります。脳脊髄液は1日に約 500ml 産生され、脳内では約 130ml 循環しているため1日に約3から4回交換されます。そしてこの脳脊髄液の経路が重要で、前回扱ったのは側脳室、第3脳室、第4脳室、そしてルシュカマジャンディ以降から外に出るという話をしましたが、今回の動画ではその後のくも膜下腔の経路について見ていきます。こちらの矢印のようにくも膜下腔内をこのように循環し、くも膜下流から外に出ます。このマイカーの経路もこのように出ていきます。またこの脊髄の方向に進んでいき循環するという経路も取っているというのが脳脊髄液のくも膜下腔内での経路です。続いて髄膜の構造について簡単に見ていきたいと思います。髄膜は頭蓋骨とともに脳を保護する膜となっており、外側から硬膜、くも膜、軟膜の順番で構成されています。このうちくも膜についてはこの部分がくもの巣のように張り巡らされているためくも膜と呼ばれていますけれども、くも膜と軟膜の間には空間があり、その空間をくも膜下腔と言います。このくも膜下腔は脳脊髄液で満たされるとともに内部を血管が通っていますが、例えばその血管に動脈瘤などができ、その動脈瘤が破裂すると有名なくも膜下出血となります。今回はこのくも膜下腔について詳しく解剖を見ていきたいと思います。それでは MRI の画像を使ってくも膜下腔の解剖について見ていきたいと思います。こちらは T1 強調画像の視上段の画像ですけれども、 T1 強調画像では脳脊髄液のようなサラサラした水は縦緩和が非常に遅いため低信号で病出されます。くも膜下腔を通る脳脊髄液は低信号で病出されますけれども、脳梁の周囲、第三脳室の壁の前、トルコアンの上、また中脳胸円髄の脳幹と呼ばれる部分の前後、小脳の上下などにこのような低信号の部分がありますけれども、これらは全て脳脊髄液となります。脳脊髄液は側脳室の門楼口から第3脳室に至り、第3脳室からはこの細い中脳水道を経由し第4脳室に至ります。第4脳室からはルシュカマジャンディ以降からくも膜下腔へと移行していくわけですけれども、こちらは正中の視上段ですので第4脳室の正中口であるマジャンディ以降が見えています。くも膜下腔のうち局所的に拡大した部分があり、その部分をくも膜下層と言います。この赤い四角で囲ったのがくも膜下層の一覧ですけれども、脳の周囲の重要構造から確認していくと、まず左右の脳をつなぐ交連線維である脳梁がありますが、その脳梁の周囲にくも膜下層があり、そちらを脳梁周囲層と言います。また第3脳室のマイカーの壁のことを終盤と言いますが、その終盤の前にある層を終盤層。続いて中脳胸円髄と脳幹の構造について見ていきますが、まず中脳の前側には大脳脚があり、大脳脚の間にある層を脚幹層、中脳の後ろには上級下級が左右に対ずつありますけれども、そちらを子宮体と言います。その子宮体の後ろ側にある層を子宮体層、また子宮体層からはこの青の矢印で示したように大脳脚に向けて脳脊髄液が迂回しているわけですが、その迂回している層を迂回層と言います。またこの下垂体が収まっているところをトルコアンと言いますが、トルコアンの上側の層を安上層と言います。続いて胸の構造についていきます。胸の周囲の
くまわか層について見ていきますが、京の前川層を名前の通り京前層、京と小脳の間の部分を小脳胸郭部と言いますが、その部分のくまわか層を小脳胸郭層と言います。さらに下に行き、延髄まで行くと、延髄の周囲にもくまわか層があり、延髄層と言います。京都延髄のくまわか層は、京延髄層とひとまとめにされる場合も多いです。また、小脳の上部にも上小脳層、小脳の下側には大層と言われるくまわか層があります。それではここからは CT や MRI の横断像を使って重要な断面でのくも膜下腔の解剖について見ていきたいと思います。まずはくも膜下出血で重要なペンタゴンの断面から見ていきます。ペンタゴンとはこのような脳底層で構成される五角形の空間を言い、 CT では脳脊髄液は低信号、 MRI の T2 強調画像では脳脊髄液は高信号で描出されます。また MRI では血管がこのようにフローボイドとして低信号で描出されていますので、この部分をどの血管が走っているのかが分かりやすいです。前大脳動脈からの前交通動脈がこの頂点、中大脳動脈、後交通動脈、後大脳動脈、脳底動脈あたりで構成されています。またこの中大脳動脈が走っている空間のことをシルビウス国といい、外側の裂孔のことをシルビウス裂といいます。シルビウス裂の部分には脳脊髄液が入ったやや太まったシルビウス層があります。またこの脳底層という言葉ですけれども、名前の通り脳底部、つまり脳の下の部分と頭蓋底との間、大雑把に言うと脳底動脈が走っている部分あたりのくも膜下腔を言い、トルコアンの上の部分の安上層や大脳脚の隠れミッキーのこの間の部分の脚管層を含む用語となっています。またこの断面では子宮体層と迂回層と言われる解剖も非常に重要で、この中脳の後ろ側のこの太まった部分、この出っ張りの部分のことを子宮体というんですが、このスライスではこの子宮体のうち下級のスライスとなっていますけれども、この子宮体層から迂回層の部分を名前の通り脳脊髄液が迂回しています。後ろ側から前側に向けて迂回し、このように脳底層に向かって脳脊髄液が入っていくというのも、重要な脳脊髄液の循環の解剖となっています。トルコアン上部のくも膜下腔のことを安上層と言いますが、視交叉層と頸動脈層を含む用語となっています。視交叉層は安上層の正中部分で、視神経の末梢とそれが交わる視交叉、下垂体平などが入るくも膜下腔となっています。それに対して頸動脈層は安上層の外側部分で、名前の通り内頸動脈の小上部、後交通動脈、視神経の末梢寄りなどが入るくも膜下腔となっています。なお内頸動脈の解剖とセグメントについては別動画でかなり詳しく解説していますので、このあたりの解剖が不安な方はその動画も参照いただけたらと思います。小脳胸郭層は名前の通り小脳と胸で郭を作っているんですが、その部分が脳脊髄液で満たされており、こちらは MR シスターノグラフィーという非常に水を強調するヘビリー T2 強調画像ですけれども、小脳と胸の移行部表面のこの部分に非常に高信号の脳脊髄液があることがわかります。この MR シスターノグラフィーはこの高信号で描出した脳脊髄液を押しのけている組織を描出することができ、脳底動脈から連続する上小脳動脈や脳神経としては前側にある顔面神経や内耳神経を描出することができます。こちらの画像を見てわかる通り、小脳胸郭層には顔面神経と内耳神経が入るというのは非常に重要なポイントです。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回はくも膜下腔の解剖について扱いました。くも膜下腔のうち局所的に拡大した部分をくも膜下層と言いますが、こちらにくも膜下層の一覧とその英語名をまとめておきました。脳梁の周囲にある脳梁周囲層、第三脳室の前側の壁にあたる終盤の前にある終盤層、トルコアンの上にある安上層、大脳脚の間にある脚管層、脚管層は正中の視交叉層と外側の頸動脈層に分かれました。また中脳の後ろ側には子宮体と呼ばれる上級と下級をまとめた構造物がありますが、その子宮体の後ろにある子宮体層、この子宮体層に関してはこの上部にガレン静脈と呼ばれる静脈がありますので、別名ガレン静脈層と呼ばれる場合もあります。
また子宮体操から脚幹層に向けてこのように脳脊髄液は迂回していますが、その部分を迂回層と言いました。そして胸の前には胸前層があり、胸と小脳の間には小脳胸郭層がありました。延髄の周りには延髄層があり、小脳の上下には上小脳層と大層がありました。また脳底部、脳層系の総称として脳底層という言葉が使われる場合もあります。以上が今回の動画で扱ったくも膜下層の解剖の一覧となります。動画作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。